香港の有料道路料金所有料道路とは、その通行、利用に際して利用者から通行料を徴収することのできる道路である。2007年時点での世界の有料道路延長は、推計で約14万キロメートル。そのうち約10万キロメートルが中華人民共和国のものである。日本では全国各地の高速道路をはじめ、橋やトンネル。 観光地を走るドライブウェイなどに、その道路を利用する通行人に対して料金を徴収する制度がある。有料道路がある。長尾橋は建設するために、多額の費用を要するところから、有料橋として建設されることが多い。また、長大トンネルも高速道路上に建設されることが多いため、進捗活方式で建設されたものを除いて、有料である。有料道路の中には、 通行料金を徴収して、召喚期間を終えたものは無料化されるものがある。日本の有料道路の種類には、道路法による有料道路と道路運送法による有料道路がある。事業主体も様々で、道路法による有料道路はもともと国や地方自治体などの公共団体、道路運送法による有料道路は民間会社によるものである。収入源となる。 通行料金の設定は、道路法上の道路では、召喚主義の原則により利用者に必要最低限の負担とするのに対し、道路運送法上の有料道路では適正な利順となる料金設定が認められている。江戸時代からすでに五街道や脇街道などの街道筋で橋が架けられない大河川では、渡し船などにより通行料を徴収していたところがあったが、 有料の道路として、法で認められるようになったのは、明治時代に入ってからである。1871年に、明治政府は、地水修士の便利を供すものに税金取り立てをもとす、との大上官布告により、道路、橋梁などを資材で建設して開設したものに対して、それらを利用する、通行人から通行料を徴収することを認めた。当時はまだ自動車が走っていない、交通手段が、 徒歩主流の時代であったが、この布告により、東海道筋の小田原市、板橋箱根町湯本山崎間 4.1km が1875年9月25日に、日本初の有料道路として開通した。この道路は、箱根湯本の副住旅館の館主で、二宮尊徳の皇帝、福住忠兄が当時に来た、福沢諭吉のすすめで建設したものである。 さらに1880年、静岡県にある旧、東海道の中山峠が、有料道路となり、約20年間にわたり、通行人から通行料を徴収したという記録がある。また同年には、長野県大町市と富山県と山市を結ぶ、立山新道も牛馬も通れる、有料道路として開通している。日本に、有料道路制度が設けられたのは、戦後日本の苦しい財政事情が、 背景にあり大いに関係している。1952年に創設された有料道路制度は、初めて通行する自動車から通行料を徴収する内容で、その第一号として認められたのが、三重県の三宮有料道路である。三宮有料道路は、1953年に伊勢神宮の式年戦宮の際に建設されたもので、この時自動車から料金を徴収する。 日本初の有料道路が誕生した。さらに、1954年には、栃木県日光市にある奥日光へと通じる既存の坂道を改築して整備された日光色葉坂が有料道路として生まれ変わり、これが日本の有料道路制度の2例目である。現在ある、有料道路は、1956年3月14日に成立した道路整備特別措置法によるものである。 また、同年4月16日には、主に高速自動車国道と一般有料道路の建設と運営管理を行う団体として、日本道路公団が発足している。道路法上の有料道路の例道路法による有料道路には、高速自動車国道、都市高速道路、一般有料道路、有料橋、有料都線施設があり、それぞれ事業主体ごとにまとめると可表の通りとなる。 道路運送法上の有料道路の、例道路法によらない、有料道路には、がある。道路法に基づく道路は、一般財源をもとに、公共事業として行われ、無料で供用されるのが原則であるが、限られた予算のみだけでは、多くの交通需要に対応することは難しいのが、現実である。そこで、道路整備の緊急性と財政上の要請により、財源不足を補う方法として、 借入れ金によって道路を作り特別の措置として開通後の料金徴収を認めて借入れ金の返済に充てられるものが道路整備特別措置法に基づく有料道路制度であるこの制度が適用される有料道路として高速自動車国道都市高速道路本州四国連絡高速道路一般有料道路の4種類がある特に一般有料道路は その道路以外の道路が利用でき、その道路を通らざるを得ない状況ではない場合で、かつ、その道路の利用、通行によって、道路利用者が著しく、利益を得る場合に限り認められる。一般有料道路の新設、改築などには、道路管理者と国土交通大臣の許可が必要である。召喚主義この法律に基づき道路を有料で管理する場合、高速自動車国道、 都市高速道路、本州四国連絡高速道路については、それぞれの徴収期間ごとに認可を受けなければならない。また、一般有料道路については、料金の徴収期間が定められた上で、その許可が受けられる。いずれも、召喚後は、無料開放される前提で、有料管理が認められている。この召喚主義の例外として、維持管理有料制度がある。道路管理者が、 当該道,道路の維持または修繕に関する工事を行うことが著しく困難、または不適当であると認められるとき、料金の徴収期間経過後も有料管理を継続できるものである。道路法上の道路では高速自動車国道や都市高速道路のように有料道路によって路線網が形成されているものと単一路線のみの場合とでは料金決定の考え方は異なる。 原則的には、両者とも、料金収入によって、料金徴収期間内に、道路建設及び、管理費用を償う点で共通するが、これに加えて、それぞれ、公正妥当主義と、利便主義という考え方の原則に則り、料金は決定されている。大型車、特大車は、貨物輸送に頻繁に利用されており、高速自動車国道では、 貨物車が全利用者の半数を占める一方で、交通量自体は減少傾向にあることもあり、貨物車に対し料金面で一定の優遇策が取られる。道路管理者が異なる区間の相互通行、有料、無料区間の相互通行では、料金所を通過するたびにターミナルチャージがかかる。不正通行政治団体の特大車に相当する外線車が、 軽自動車としての料金へと減額する、要料金収集員を脅す例、あるいはフリーウェイクラブが発行する、無料通行線現象や、それに類する書類を提出し、通行料金を支払わない例などが存在する。これらの行為に対し、道路整備と区別措置法違反を根拠に、行為者の逮捕や、料金回収が行われている。アメリカ合衆国の高速道路は、基本的に無料であるが、 一部に通行料のかかる橋や通行料のかかる区間がある。有料道路では料金所が設置されており、自動料金収受システムも導入されている。紀元前7世紀にはアッシュールバニパルの命により、バビロンからスーサの間に幹線道路が整備されたが、この道路は利用者から料金を徴収することで維持され、世界最古の有料道路と言われている。アリストテレスも、 紀元前4世紀以前のインドにも営利目的の有料道路が存在したと記録に残している。新生ローマ帝国でも峠越えの道で通行料が徴収されており、現在ヨーロッパの主要都市間を結ぶ道路は14世紀頃から有料道路として整備されたものが起源である。1706年にはイギリスでタンパイクトラストの制度が発足し、利用者から料金を徴収することで、 建設資金を回収するとともに、道路の維持資金を捻出することを認め、これによって、イギリスの道路状況は改善したものの1870年代から、徐々に無料開放が進められ、姿を消した。20世紀に入ると、ヨーロッパ諸国で、モータリゼーションが進行したことから、高速道路を有料道路として、建設、運営することが、イタリアや、フランススペインなどで広く行われた。 世界の有料道路のうち約7割がある中国では道路料金の高さが問題になっている。これは独占企業である運営会社が暴利を貪っているためであるとされている。道路料金は道路建設費の消却が行われた後は無料になることになっているが運営会社は経営状況を公開せず道路建設費の消却状況を明らかにしていない。 ありがとうございます。